素人相手に気は進まないけど、異界ドラッグヒート、おそらくその材料を調達していた場所でしょう。状況が変わりました。現実世界で乾秋宏とやり合うならともかく、この世界であなたの力は何の役にも立ちません。銃剣のソウルデバイス、昨日術が通じなかったからまさかとは思ったけど、わかりました。高畑先輩の戦闘センスがあればそれを自在に操れるはず。改めて協力をお願いします。こいつがヒートの原料を生み出した植物型エルダーグリード、ダークデルフィニウム。助けてだと、アキてめえ何を当たり前のことを言ってやがるバカ野郎。体内のドラッグも一緒に消滅したみたいね。異常な力もすでに失われているはずよ。さっきの怪異はおそらくあなたの力への渇望に呼応して引き寄せられたと見るべきでしょう。そしてヒートという強い想念の媒介を与えることで少しずつ現実世界を侵食していた。ブレイズは怪異への供物として利用されていたに過ぎなかったのよ。あ、アスカ先輩。ソラちゃんに篠宮くん、急に反応がロストしたから何かと思ったら、どう説明をしてもらえる？さすがに暇ね。ただでさえ客が少ないからこの天気では仕方ないけど。あら、こんにちは。こんな霧の中よく来たわね。どうも。頼んでいたものは？ええ、用意できてるわよ。ありがとうございます。そうそう、
聞いてるわよ。最近少年たちと一緒に行動してるそうじゃない。泣く子も黙るエースがどういう心境の変化かしらね。まだまだ新米です。決してエースなどでは。それに彼らは協力者です。いつでも外れてもらえる。ま、いいけど。これは、この情報確かですか？書いてある通り、それ以上でも以下でもないわ。まだあれの仕業だと決まったわけじゃない。ただもしそうだとしたら。別に今までと変わりません。無事晴れてよかったですね。ちょっと肩透かしな気分ではありますけど、よかったら今後のためにも改めて情報交換しておきませんか？必要性を感じません。お互いの立場もあるでしょうし。無用に。そうですか。ヒイラギ。それでは私はこれで失礼しますね。さようなら、北斗会長。それに時坂君も。あ、うん、じゃあな。どこかで聞き覚えがあるような気がしていたけど、ミクリアグループの人間みたいね。ミクリアグループ。北斗ほどではないけど、昔からある日本有数の財閥よ。多分そこの御曹司でしょう。うん、かなりの大物みてえだな。ってことは学園の知り合いって。ま、可能性は高そうね。とりあえず場所を移動しましょう。
しもし。アスカさん、あなたはクグラヤのマヨちゃん？どうかしたの？助けてください。おい、今のは？尋常ならざる事態が起きたみたいね。私は商店街に向かうわ。時坂君は？商店街なら西側の踏切を渡った方が早い。ほら急ぐぞ。わかった。